義手四十七図、岡島安江門杉木岡島杉木元六十六年二月四日は、江戸時代前期の武士、赤浪氏四十七氏の一人、通称は安江門。漢文六年、元米沢藩市で、加賀大正寺藩前田家を浪人した、原忠四達の三男として誕生。母は、小笠原家を浪人した、和田正元の娘。には、原元時がおり、 常木とは二十歳近く年が離れていた。元時が、ハリマ・ア藩主、朝野長則に仕えた関係で、遠方三年に、朝野家臣、岡島前衛門の婿養子に迎え入れられた。上京三年に、養父の死去により岡島家の家督を相続。赤コ藩では、殺座奉行として仕えた。元六七年の備中松山城を受け取りには、国家老、大石義雄の先人に従軍した。 元禄14年3月14日に江戸城で主君、浅野長則が、良義仲に人情に及んだ際には常木は、阿古にあった。その後、大石の指示の元札座奉行として、反札交換を担当し、異論なくこの任を、抹うした。また、大石へ、審問欠板書も提出している。その後、大石と共に白明け渡しの任にあたり、常木は広間を担当した。 会場後は家族を赤江城外の中村に移し、自身は京都で暮らし、大石のいる山品内を赴いて、再度誓約書を提出した、忠義の審であったが、8月頃から病にかかり、しばらく寝込んで同志との連絡が途切れたため、岡島の真意が疑われた時期があった。元禄15年5月に江戸へ下校するはずであったが、相変わらず病で動けなかったため、神崎のリアに代わりに、 江戸下校してもらっている。10月にようやく兄、原本時と共に、江戸へ下校し、新興寺町4丁目の中村正人帰宅に入り、軍、竹八郎と変名した。赤子事件で、打ち入りの際には、表門隊に属した。長戸長府藩毛利家にお預かりとなり、道家家臣、坂木昭衛門の解釈で切腹した。去年38、主君。 朝の長典と同じ江戸の高輪千学寺に葬られた。法名は破ソ払いライ寺。神杉綱勝の姫が、加賀大正寺藩前田家に嫁ぐ際に付き人となり、前田家に派遣された。どう、神杉公家四分言母。ありがとうございます。